感染傾向は全体として下向きを維持しているというふうに考えています。まあ、私はまん延防止等重点措置のような制限を伴う措置というのは限定的であるというふうに考えております。まん延防止等重点措置の再延長はしない方向で検討させていただきたいと思います。山口知事は今日午後開かれた新型コロナの対策本部会議でこのように述べ、まん延防止措置の再延長を政府に求めない考えを明らかにしました。知事は検査で陽性になる人が前の週の同じ曜日より少ない傾向がおよそ半月にわたって続いていることなどを挙げ、少しずつ感染が収まっていると分析。また専用病床の使用率が 30% 台の低い水準で推移していることも再延長を求めない理由の一つに挙げています。一方で高齢者施設での集団感染が目立つことにも触れ、最重点事項として対応を強化する考えです。